はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はアイデンティティ5の方やっていきたいと思います。内在人格、おすすめ内在人格の紹介ということをやっていたんですけども、今回はハンター側やっていきたいと思います。はい。まあ、ハンター側でね、まあ、かなり万能に使える、最初から使える復讐者レオさん。まあ、昔復讐者だったんですけどね、なんか密談者になってますね。うん。もしかしたら いつ変わったのかなって感じですけど、まあ、僕が知ってた頃は復讐者でした。レオさんですね。はい。レオはサバイバー追撃時に気絶させられる。また4人のダウンしないサバイバーが暗号解読に成功すると、恨みが増加して、一定レベルまで蓄積すると、恨みの火となり、消費することでもらい火スキルを使用できるということで、最初はなかったんですね。あのこのゲームが配信される前、配信されたての頃はなかったんですけど、まあ強化されちゃいまして、今とんでもないほど強いですね。じゃあ内在人格の紹介です。おすすめ内在人格こうなっておりまして、左下ですね、傲慢スキルを取っています。ゲーム開始後しばらくの間、存在感を獲得できる。一段スキルをアンロックした後に停止するということで、まあレオさんの場合はパペットですよね。パペット最大2つ使えるということで、そのパペットは、ワープもできる。さっきの方の、もらい火っていうので動かすこともできると。で、やっぱりなんていうんですかね、ハンター側はほぼほぼ必須な引き止めるを使ってやっていきたいと思います。さて、久しぶりのハンターですが、私はいけるのでしょうか。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやってまいりましょう。レオの思い出、なんということでしょう。レオさんのステージでございます。レオさんのステージってわけじゃないんだろうけど、雪マップですね。雪玉が投げられます。雪玉当たった場合、ちょっとなんか目隠しみたいなのやられちゃうんですけど、まあまあまあやっていきましょう。耳鳴りが反応しましたね。ということで、近くにいるな。ここかな。あ、はいはい。見つけた、見つけた。カウボーイさんですね。まあ、今回、暗号解読が早い人っていうのがいないかな。いないので、まあ、時間をかけても大丈夫じゃないかなと思うんですけども、このカウボーイさん、追いかけっこがうまかったらきついですね。先倒し。OK?カウボーイさんは少し前に強化されて、ハンターにね、何でしたっけ?ハンターに縄くっつけると、なんか飛び越えるんですよね。縄は使わせねえぜ。残念だったな。あれ?あれ?二人目のカウボーイさん。当たんねえ!こんなリーチ短いの?残念ながらさせないぜ。残念ながらさせないぜ。オッケー!いいですね。まず一回、カウボーイさんをダメージ与えて、黄色いパペットが使えるようになりましたと。パペットさんはね、すぐに置いてもいいっちゃいいんですけど、投げることもできる。残念だったなぁさせないぜ。させないぜ。やる気満々だの。ほら、やっと。オッケー。とにかく、カウボーイさんは救助。いや、まぁ、救助来れるよね。カウボーイさん自体は救助来れるのか、近くにあるから、あるね。オッケー。障害物をうまく利用していって、カウボーイさんにカウボーイを救出されないように。めんどくさいな。カウボーイが救出しないようにしましょうか。OK?OK? じゃあ、ここに黄色いパペットを置きましょう。投げることもできるんですけど、まあ、今回置く感じでいいかなと。で、この火のスキルなんですけど、火のスキルは使わなくてもよろしいですかね。雪玉投げられた。救出に行きますか。間違えたー。今更ワープしても遅いー。一応今、もらい火スキルっていうのを使って、分身を出しました。分身を出したので、黒いレオさんがね、行ってくれます。ありがとうございます。近くにカウボーイいねえか?大丈夫かな ?OK。この黒いレオさんは、確かに、もう少しは戦ってくれるはずです。このもらい火の火のね、ゲージがゼロになるまで戦ってくれるはずなんですけど、マジ?助けるの早いね。農家主は、あれ、やってるから、農家主の何、棺桶を召喚してるんで、めんどくさーい。オッケー、いいよ。なかなかいいよ。で、近くにね、サバイバーの反応あるんですよね。多分カウボーイだと思う。コウンジさんは最初、あれ走ってると思うんで。はい。危ねえ。危ねえ。助けられる、助けられる。助けられそうですね。助けられそうですけど、間違えた。違う
板を壊せー雪玉投げてんだよな。雪玉投げちゃってんだよな。クロレオさんよろしく頼むぜ。あーらよっと。反抗期の加速効果が発動してしまいまして、脳幹視は立ち上がった。脳幹視はまあこれであのなんだっけ、危機一発じゃなくてなんだっけ、一回だけ復活できるやつ、あれ使わせたので、まあ、脳幹視最後にしたいですね。このカウボーイはまだ2回目と。近くに反応あるんだよな近くにいない、いるよね、いるよね。パペット動かすのもいいんですけど、ぶっちゃけこのクロレオさん分身も強いんですよね。分身さんと一緒に挟み撃ちと行きたいところですが、あーらららららら、強いですねあのカウボーイさんを助けられないだろう。大丈夫でしょう、おそらく大丈夫だと思うので。オッケー、今なんか近くに体がれがいた気がしたけど、オッケー、これでカウボーイさんは落とした。もう一人のカウボーイさんもここで釣りますと。あとは幸運寺と脳幹視なんですけど、幸運寺が全く姿を見せない。オッケー、黄色いパペット近くにはいないっぽいですね。間違った、瞬間移動使ってしもうた。間違えた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 、ほら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 、やられちまってまあやられちまってまあ。3人固まってますね。これどうしようかな。黄色いパペット動かそう。黄色いパペットさんと遊びましょうといった感じかな。ここに1人いたよな。これこんじか。ただまあ脳幹視はどうせつってもあの1回復活するんで。でも脳幹視がチラチラしてるね。OK で確かね、棺の場所、棺の場所確か分かってるんで多分大丈夫なんですが。 OK 走ってったね。コウンジ多分あの銃持ってる可能性があるんで、救出されたら嫌だなーってことでちょっと見たんですが。 OK よかろうもん。まあ、ここに釣ったとしても、あの脳幹視の能力で復活するので、どこだったっけな、ここら辺なんだよ。ここら辺なんだ。ここなんだよな。ちょっと出待ちしていいですか。出待ち。はい、15秒間だったかな、あの危機一髪状態で、動き回れるんで、15秒間は何もできないんですが、まあ、どの道ね、どの道彼は動けなくなるので。ですな。パペットが壊してくれるんだな。ありがとうございます。黄色いパペットがちゃんと動いてねえな黄色いパペットが壊されてないかこれ。このなんていうの、ガクガクブルブルしてるのって確かね、あれなんですよね、やっぱりね。あらよカウボーイさんどこに行ったんだろうな。多分周りチラチラホラホラしてると思うんですけどね。チラチラホラホラってなんですかねカウボーイさん助けられるかな。オッケー、釣った。あとはカウボーイさんを見つけるだけよ。ガッツリキャンプしていいんじゃないかこれエネルギーが足りないな。まあ黄色パペットは脳幹視のところ置いてるんで大丈夫でしょう。ここでキャンプしまーす。カウボーイさんを助けに来れまいて飛んだ。赤パペットがあっちの方に向かってるんですけど、もしかして赤パペットカウボーイ撃ってる。いやそんなわけねえよな、だってずっと耳鳴りしてるもん。近くにいる、いるわなあーちょっと待って、ミスったら大変が長いんですね。銃使うのか。おわ、銃使ったみたいですが一応当てといたということで、コウンジさんはさよならバイバイ。カウボーイさん近くにいるね。吸収する気満々なんだろうがさせない。オーケーで、カウボーイさん、カウボーイさん、カウボーイさんどこ行くの。カウボーイさん遊びましょう。はい、さよなら。OK ですね。いやー、相変わらずレオさん、最初から使えるハンターにしてはちょっと強すぎるんですよね。最初、まあ確かに配信されたての頃はちょっと微妙というか、弱くね、まあキャンプ的しなくていいから強いかっていうのもあったんですけど、今となっては初めから使えるハンターとしてはもうぶっちぎりの強さ持ってますよね。はい、ということで今回は、復讐者、密談者レオさんのご紹介でした。まあ、今回は引き止める使うことはなかったですけども、なかなかね、はい、強いハンターとなっております。皆さんもね、ハンター使うときはぜひ使ってみてください。
ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。